機はいい？それじゃ出発だ。適当にやって終わらせるか。僕のハートはもう団長に KO されちゃってるけど、なんてやあメリオダフ、今夜もまた一緒にいけないことしましょう。おっとメリオダフにピンクの声援、やっぱ締めは盛り上がんねえとな。ほらよ姉ちゃん、これシャレーな。毎度あり。じゃあそろそろ行ってみよう。この…え？浮気者！さーて、やりますか。遠慮なく暴れるぞ。どうだ。人間技じゃねえな。この辺に、ま、森に住むモンスターでもない。このメリオダスとかバーンってやつら、聖騎士が乗ってる7つの大罪。よっしゃ、準備はできてんだ。忘れ物ですか。そろそろ朝の出発すんぞ。準備はできてんな。それじゃ出発だ。そろそろ茶番はしまいだ。俺の正体は7つの大罪団長、ドラゴンシーンのメリオダスだ。このバイゼルはそっくり丸ごと俺たちがいただく。あと1分以内にバイゼルから消え失せろ。
さもなきゃ俺たちが皆殺しにする。おいおい、あいつらどうしちゃったわけ？とっとと失せろ。おい、あれソロ、もう来たか。ひとまず散るぞ。メリオデス様は聖騎士たちが来ることに気づいて、みんなを逃がすためあんなお芝居を。お久しぶりです、メリオダス。先日の死者の都での大変勉強になりました。その復讐を兼ねて今日は参りました。復讐の間違いだろ。まあいいや、あい、いいえ、もはや相手にはなりません。さーて、やりますか。さ、いつでもどうぞ。少しは楽しめそうだ。無駄です。まだまだ。聖騎士様が七つの大罪と戦っているのか。少しは楽しめそうだ。こんなところで暴れるな。キラーマイン。七つの大罪メリオダス、どうやらまだ一歩及ばぬようです。悔しいですが、今は負けを認めて引き下がるとしましょう。あれが聖騎士になれない見習いの中に、一晩で突然聖騎士のような力を手に入れる者が現れたらしくてさ。例えばギーラ、彼女はつい先日まで聖騎士見習いだった。あいつは新世代か。この辺に何人もの聖騎士が確かめた方が良さそうだな。準備はいいですか？なんじゃ、出かけるぜ。
でにやってくれるね。あ、お前にずっと会いたかった。で、お前どっかで会ったっけ。俺はジェリコ。貴様に恥ずかしめを受けたバステの聖騎士見習いといえばわかるか。ああ、脱獄するときに俺がひんむいてやった坊主か。貴様の心臓、俺の名を刻みつけるために来た。やっぱ祭りはこうでなくっちゃな。うんじゃ、行くぜ。さあ、どっからでもかかってきな。まだだ、まだやれる。無理無理、お前じゃ俺に勝てねえよ。いいな。まだだ、まだやれる。無理無理、お前じゃ俺に勝てねえよ。ふざけるな、俺は自分の強さを証明してみせるんだ。いいぜ、死ぬまで付き合ってやるよ。ジェリコ。